これ、もしよかったら、見に来てください。日曜日の20時になりました。香川のグルメのお時間です。ということで、ヤクタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日の動画で合計358店舗目のお店の紹介となります。今日はさぬきうどんではなく、香川の焼肉屋さんの紹介をさせていただきたいと思います。ということで、今日向かっているのは香川県中田戸郡多度津町にある焼肉専門店成屋さんの方へ向かっていっております。それではこの成屋さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.02 点、 Google の点数が 4.5 点となっています。営業時間は11時から14時までと17時から23時まで、定休日は毎週火曜日です。交通手段として車の場合、駐車場が約10台分あります。最寄り駅は多度津駅で 1.5 キロほど離れた位置。ランチのおすすめは本格牛すじカレーです。なんと牛骨を8時間も煮込んだスープがベースとなっているカレー。大阪で有名な焼肉屋さん万の屋さんのプロデュース店で、店長はそちらで修行された一流の料理人です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。あ、一人。はい、一人です。こちらフリー Wi-Fi があったり、壁にコンセントがあったり、充電器やブランケットの貸し出しをしてくれたりと、サービスがとても充実しております。ナミ、ライト、クライト、3種類サイズがございます。どうしようかな。じゃあ、本格牛すじカレーの、はい、ナミで。ナミで、かしこまりました。はい、ありがとうございます。カレーナミ入ります。はい。店内はこんな感じになってます。今回案内された僕の席がすごい半個室で落ち着く席となっています。そして右手側には一人で来れるように一人焼肉用のカウンター、左手側にはテーブルもあります。こちらには座敷席があって、子供連れでも来やすいと思います。失礼します。はい、お待たせしました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。
それではいただきます。福神漬けとらっきょうが大箱で出してくれるので好きなだけ入れましょう。個人的にらっきょうがちょっと苦手で、逆に福神漬けがすごく大好きなんですよね。そういうの自由に入れれるのが嬉しいなって思います。これめちゃくちゃ美味しいです。すごくコクが深い、味が何重にも重なっているようなカレーでした。やっぱり8時間も煮込んで牛骨の髄まで旨味が溶け込んだからなのかなと思います。野菜系の具材は全て溶け込まれていて、牛すじはトロットロなのがゴロッと何個も入ってました。このお肉は国産黒毛和牛の牛すじを使われているということで、やっぱりこういうところで焼肉屋さんの料理って美味しくなるんですよね。あとカレーの上に乗ってるのはフライドオニオンです。食感と香ばしさがアクセントになって、これもまた美味しかったです。それではサラダもいただきます。カレーの間に食べるサラダっていいですよね。ドレッシングが美味しいです。改めてまたカレーを美味しくいただけます。もし動画にしてほしいっていうお店の方や、行ってほしいお店がある方はぜひ概要欄の方に載せてある SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今回の動画でカレー食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。友達や同僚にカレー好き、焼肉好き、または香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画のことをおすすめしていただけるとすごく嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。最後、牛すじがたくさん残ってて、本当に豪勢に作られてるカレーだなーって思いました。成屋さん、本業は焼肉屋さんで、お一人様も大歓迎とあってカウンター席も用意されてるので、ちょっとまた一人でも行ってみたいなと思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。お願いします。はい、ありがとうございます。お得になります。はい、じゃあすみません、ありがとうございます。もしよかったら、はい、ステッカーがあるコードが表にあるんですが、あ、そうなんですか。もうじゃあ貼らせていただきます。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあどうもごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。じゃあこのボードステッカー貼らせていただきます。よし、はい、これもしよかったら、見に来てください。すごい。俺は何も言えなくて黙ったのだ。濡れた風を離して走ったのは雷鳴さ、競争した二人の世界を転がしてもいいみたいな今さ。